YouTube、ライキチョンです。その決まっていくんですけど、今日はですね、現在、こちらのね、世界10位、にいる、このね、世界チャンピオンのモハメド・ライトっていうプレイヤーがね、愛用してるデッキですね、紹介していきたいと思います。ということで、今日やっていくのはこちら、はい、エリポンクロスですね。まあ、2アカウントね、このデッキで上げていて、もう一つのね、アカウントも世界上位にあったんですけど、このね、エリポンクロスが、今ね、まあ普通に結構長い間ね、このクラルワで、高い勝率をね、保ち続けてるってことでやっていきたいと思います。でね、まあ ISP 型と LSP 型あるんですけど、まあ LSP 型をね、使ってたので、LSP 型にしますってことでいきましょう。なんですけどね、まあクラルワ、まあ最近ね、そんなに環境も変わらず、まあ今月ね、来て、まあ新しいデッキもね、そんなに生まれなかったですね、これ。なんでね、まあこのデッキは前シーズンもかな。ずっとね、ナイトが強い間はずっと使われてるデッキなんですけど、まあでもやっとね、多分、来週かなにバランス調整が入って、まあナイトはね、さすがに弱くなると思うから、楽しみですね、どんな環境になるか。まっついこれ。やばい。やばいやばいやばい。オッケーオッケー。まあまあ一旦ね。さあ、ボムタワーってなると、まあこれはファイスピプラスのウッドでかませそうですね。なので、まあギリギリまで吸い寄せて、オッケー、危ね。まあ一発ぐらいは許すか。いって。まあ多分ね、呪文ライトニングなんでファルチホグって。なんで、で、今回ね、相手はウッド切ってないので、ここで、まあエリポン普通に立てて、ホグウッドが来ると思うんですよ。あ、ウッド切った。熱っ。オッケーオッケー。まあ、そしたらね。さあ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 。まあ、これはもう一回ね、相手より俺の方が回転が早いので、まあ、ナイト切って、いや、まあ、まあ、ナイト切るか。まあ、相手ウッド切った後なんでね、このゴブリン握ってるだけで、ホグが飛ばしにくいと思うので、で、ファイスピン投げて、ウッド切ってリポン。さあ、まあ相手がね、進化ないと思ってるときは、このね、ファルチェとかが生きてるときに、エリポンはちょっと怖いんですけど、これ完封できるね。ファルチェの斧が入んなければ OK は大丈夫。危ない危ない、怖い怖い怖い。さあ、だいぶいい。これで相手はね、ライトニングを打てなかったのでね、エリポンに。もう一本立てていきます、ここ。OK。で、相手ボムタワー出してね。めっちゃいいですね、これ。はい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 。まあ、トルネまで打ってくんのかな、どうなんだろう。いや、ただ、これファルチで受けれない。いいよ。まあ、これ一発しか殴んないんで。いや、これだいぶ、あー、でも、いっちまうのか、そこまで。まあ、でもね、これエリポンのアドがあるんで、めっちゃいい感じな気はする。で、この、オッケー、ここのね、ボムターとかファルチェを、しばくこのね、ナイトが大事と。で、ここで、相手はね、ライトニングを切る余裕はないので、で、ここでゴブリン狩りのね、ファイスピってあげて、オッケーオッケーオッケー。で、もう一瞬でも早くオッケーオッケー、行ってあげて、で、ここでしっかりホグをしばいて、いやー、まあ、でも、これはね、ウッド2発圏内入ったので、まあ、防衛クロスとか立てちゃって、よいしょ。で、ファイスピからの、ウッドからの、オッケーオッケー。で、ホグは、まあ、いっか。これ普通に、こっからのウッドでいけそう。オッケーですね、ジジイ。よし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 。まあこんな感じでね、まあ序盤に、まあどんな高回転に対しても、まあ相手のね、デッキもすげえ回転は早かったんですけど、まあどんだけ回転が早くてもね、まあとりあえず、この、まあ1コス2枚と2コスが2枚ね、このデッキには入ってるんで、まあ26ホグと同じかな多分、回転の速さとしては。だからこのデッキに置いてけんのは、まあ26ホグぐらいなんですよね。そうなんで、まあだいぶ、まあどんなデッキにも、回転では勝てますね。さあ、ということでね、やっていくんですけど、まあ、最近ね、結構コメントとかで、なんか、
トロフィー5000ぐらいで、最近始めたんですけど、5000ぐらいで壁を感じるとかね。あとなんだっけな、展開行ってからか、展開行けたはいいものの、展開目標に今まで頑張ってきて、最近では行けるようになってきて、で展開に行けたはいいものの、そこから、マジレート2000とかには、マジで届かないみたいな。なんなら展開行ってから500ぐらい落ちちゃうみたいな人をね、結構コメントで見るんですよ。なので、ちょっとね、試しにね、コーチング動画みたいなの始めてみようかなと思います。まあ、最初は展開にその2000に行けない人なのか、5000付近の人なのかはね、ちょっと迷うんだけど、行きましょう。どっちの方がいいかな？ちょっとなんか、これがいいとかあったらコメントください。で、別にデッキはね、まあ、そのね、企画が人気だったら、まあその、何々デッキ編とかでやってみたいかなと思うんですけど、まあ一旦ね、最初はそんなデッキは別に縛らずやっていこうかなと思います。やべ、ナイトがねえから。よいしょ。スキキンスキル使うかな？オッケー。進化ナイトマジで、てか試合始まって1分半しか経ってないのに、もうナイト、進化ナイト回ってるのバグだな、ほんと。やっぱね、回転が命なんですよ、このデッキは。オッケー、完璧。で、これでもあと1枚でもう回っちゃうかね、リポン。でも、相手がね、ちょっと5まで来たんで、ここはね。オッケー、タゲ取って。まあ、スケキンまで、あ、2倍タイム入ったらスケキン間に合いそうだね、これ。でも5がないんで、ここは結構強気に、マスケも近くに寄せて、ウッドまで行って、よいしょ。あ、でもこれ、かわされそうだな。オッケー、これはエリポン行きましょう。はい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 。で、これはやりゴブに対してファイスピ当てていって、おっと困ったね、これは。まあ、一旦これマスケ出して、でもディガー、待って。すげえな、相手のデッキ、これ。ディガー親衛隊。いや、すんごい、ちょ、待って。マジですごい。マジですごいんだから。あ、待って。てか、ナイトが強えな。俺も焦るぐらい耐えてた、ナイトが。はい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 。これ、ファイブまで来るかな。はい。いや、これね、リポン後ろだね。後ろに立てて、真ん中に防衛クロス立てないといけないわ、これ。もう壊れそうなね、リポンがいるんで。よいしょ。よいしょ。いや、いいよ。で、後ろに立てると。これ、クロス残してないとね、多分守れないな、これ。オッケーオッケー。で、相手これにも裂かなきゃいけないので、このダメージでかいね。で、ナイトでタゲ取って、マスケナイトね、この形組んで、これクロスめっちゃでかいな。ウッドで剥がして、走らして。おい、走んねや、そんな。いや、めっちゃだるい、あいつ。あいつマジでだるいわ。これちゃんと LSP タゲ取ってこう。よいしょ。はい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 。だいぶいいよ、だいぶいいよ。いや、いいね。オッケーオッケー。ここで、クロスがもう入っちゃえば、オッケー。なんなら右の方が削りそうなんで、ウッドでね、攻めていって、さあ、GG と。素晴らしい。オッケーオッケー。まあ、こんな感じでね、まあ、きつい、なんか、本当にね、マジ何しても通らない時には、
基本的にはもうエリポン置きまくって、今みたいにもうエリアドでねすりつぶすのがめちゃくちゃ良さそう。俺マジでプロ時代のね時とかね、もう迫撃とクロスだね、もう相手が使ってた時もそうなんですけど、がめっちゃ嫌いで、めっちゃ嫌いだし、使うのがね、しかも難しいんですよ。なんか相手に使われたらうざいけど、自分で使ったら死ぬほど弱いみたいなね感じだったんで、めちゃくちゃね使ってもいなかったんですけど、意外とね使ってみると面白いですね。でまあ普通のまあいわゆるこうねアーチャーとか入ってるね、まあ2級クロスとかね 3.0 クロスって呼ばれているものとかはめっちゃむずいんですけど、まあ、このねエリポンクロスは楽しいし、まあ相性でね一方的に勝てる時もあるし、まあ、あとは使いやすいんですよね。そうなんでめっちゃおすすめです、このデッキは。俺もね最近マジでフレバトとかでよく使うんですけど、なんでかねもう二度とフレバトしてくれなくなる、これ使うと。なんですけどねおすすめです。久々に会った友達とかにフレバトしようぜっつってこれ使うとね喜ぶと思います。さあ一旦これねレシピ流してあげて、ちょっとまあキングギドこれはねされてもいいですね。 OK、 おーなるほどね。いやこれキング起動できたなぁ。まあ、いっか。まあ、これロケットを撃ってくるとは思ったんだけど、撃ってこないね。まあ、こう撃っときったんで、おー、なるほど。さすがにね。まあ、これをさせると、さあ、即エリポンが強いですよと。おー。おいい、なんかはみ出してるってそんなに奥行くんだ、それは知らんかったな、さすがに。いやめっちゃいいよ俺。はい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 、このナイトがうざいんすわ、引くんすわ、これが。大体はね、これまだ俺の回転に追いつけてないんで、ナイトがね、進化で回ってないんですよ。そうなんで、で、ここでね、うざいリポンいっちゃうと。で、ファイスピまでいっちゃったりしてね、これ。いや、これミスったな。まあでも、このエリポンはいいっすね。オッケーオッケー。いや、進化ナイトがちょっと強すぎるんでね。いいでー、これこのマスケ、マスケじゃねえわ、このプリンめっちゃうまいわ、相手の。よいしょ。まあ、とはいえとはいえですね。え、まだ進化ナイト、あ、もう、あれか、相手待ってたか。でも俺そろそろマジ進化ナイトだけどね。あ、まあ、もう一発ぐらいいっとくか、エリポン。で、これ、減ってる方のタワーなんでね、相手結構これ、撃ちたくなる気はするんですよ、ロケット。さすがに撃たない。はい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 。いやーマジ？いやーまあ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 、まあ、ちょっとダメージは入ったきゃ、思ったより入ってないね。これタゲ取れてないマジ。なるほど。一旦これ偽クロスいきましょう。これ偽物なんですよ、このクロス。偽クロスいってあげて、でこっちにマスケ流して、本命は左っていうね。いやバレてるこれ。いやこのプリンの共有の仕方ちょっと相手うまいなこれ。さてやるな、やる説出てきた相手。オッケーオッケー。でこれクロスいってあげて、この両サイ攻めが効くんすわこれ。ワンチャンこれこのね、ミリ残りクロスを延命して、よいしょ。はい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 。で、これね、クロスいっちゃったりして。
いいよ。いやー、その始めプリンは美味しいね、さすがに。よいしょ。地獄を見せますと。オッケーオッケーオッケー。アイジジー、ありがとうございます。いや、これがいいんすわ。これが効くんすわ、ほんとに。いや、相手マジでずっとうざそうにしたもんな。まあ、こっちがね、やっちゃいけない行動としては、やっぱ高回転デッキにそうなんですけど、やっぱ攻め時をね、見誤ると、マジでね、しょっぱい思いするんで、相手が明らかにそのエリポンに対して、俺が2個目のエリポンに対してロケット打って、で、クロスに対してね、その、まあ、ナイト受け、もしくはインフィノタワーで受けてくるっていうのがね、確定してる時とかは、まあ、クロス立ててからの端前、一旦 LSP 出して、からのナイトとかね、まあ、インフィノタワーが来たらゴブリンで蓋するみたいなのはすごいね、いいんだけど、まあ、そういうのをね、考えないで結構、クロス行って、ナイト行っちゃうっつってね、ロケットで防衛されたりすると、めっちゃしょっぱい。いやー、これ、まずいですね。難しい防衛が。やっぱ卵になってからノックバックさせて、いや、完璧。オッケーオッケーよ。で、相手、ナイト・フェニックス・ファルチェ、なんだこれ。ヤバ、まあ、多分スケラっぽい。けど、ヤバデッキの匂いが感じるわ。まあ、バルーンとかだったらめんどくさいかな。おー、なんだ？ゴレか。ゴレっぽいな。行きましょう。じゃあ。まあ、ゴレ、まだね、出せないと思うんで。オッケーオッケー。おっとっとっと、なんだこれ。これ何相手のデッキ。見たことないんだけど俺。多分ヤバデッキですね。いや、これナイト延命意味ねえな。これファルチェで全部いかれちゃうわ。なんで、これはね、LSP ゴブリンで回して。おー、なるほど。やばい。じゃあやばいわ。いや、エレジャイはさすがに思いつかんかったな。いや、いけるか、これ。いや、まあエリポンで安全に。大抵。マルチ、まだあと1枚回ってないか。取るね。あと、ああ、回ってるか。回ってんならめんどくさいっすね、これ。まあ、いっか。俺はもう。よいしょ。いや、これ熱い。これ、エレジャイがね、回らないんでって言おうとしたら、回らないけど、普通に進化ナイトが回ったわ。え、なんか回転早くないね。俺と同じ回転してない？なんか。なんで？ああ、すごいんだから、本当に。いや、これ、ちょっとね、やっちゃいけねえクロスさせてる気がするわ。ああ、なるほど。すごいね。ライトニング持ってなさそうだけどな。まあ、エレジャイの防衛に関してはそんなに辛くなさそうだね。ああ、それだる。いや、一旦防衛クロス立てよ、これ。一旦防衛クロス立てて、ウッドでガチ削りします、これ。ちょっと相手にね、若干のダメアドを握られてんのは渋いので、オッケー、これで。いや、これもうマジの守備表示。マジ守備表示して、オッケーオッケー。これ、キモすぎない俺。おい、これ、やってることキモすぎない俺。大丈夫？相手も気づいたね、これ。あ、まずいって。思ったんじゃない？やべ、待って。ちょ、待って、これ。やべ、一体はみ出そう。最悪や、これ。やべ。やっちゃいけねえ、はみ出ししてる。ちょっと待って、ボーラーズルじゃね？それ、さては。
ちょっと待って。ちょっと待って。強いんだけど。なんでこんな止まんないってぐらい止まんないんだけど。おい、何がおもろいんだよ、これ。あーあ、全部なくなったわ、俺のカード。なんだよ、これ。ざけんな、マジで。ざけんな。なんでもっと攻めた方が良かったって話これ。もしかして。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。え、なんか全部いなくなってなかった？さあ、来ました。やっぱこれ、待って、これマジでまずい。メガナイトはこの距離飛ぶんだよね。さあ、これゴブリン出して、あ、でもコウモリ系に対してはね、大きいよ。めちゃくちゃ受けがあるから。エリポン立てて、まあ、メガナイト系にはね、基本、回転にも勝ってるだろうし、まあ、これ、ディガーをね、絶対に拾いたいよね。ここ来んねん。オッケーオッケー。で、これは、マジで苦しいね。マジで苦しい。3発くらい入るだろうけど、これ、LSP まで行けば、いや、抑えられたな、3発目。いや、これ3発目抑えた方がよかったね。ただ、これ、ファイスピ行こう。お。これエリポンってか、あれだな、これキング起動できねえな。メガナイトバルーンってか珍しくない？めちゃくちゃ。これバルーンがね、そう来ると思うんで、マスケでね、このアイゴレを溶かしながら、いや、ギャングなの分かってたよな、これ。で、このコウモリを、しばいて、ファイスピで。いやー、めっちゃいい、受けしてきたな。さあ、行きましょう。これ、メガナイトは間に合うね。おー。やば。いや、マジで熱い、これ、このウッド。オッケーオッケー。しかも、いや、マジで熱いぞ、これ。いやー、ちょっと渋いか。いや、これバルーンにさ、めっちゃ弱くない？クロス、クロス使ってる人バルーンめっちゃきついんじゃないの、もしかして。いやー、だいぶいい形はできてる。いや、入るぞこれ。いや、これだいぶいい、だいぶいい、だいぶいい。これアイゴレからのバルーンしかないはずだから、いや、入ってる入ってる。さあ、マスキ読み来ると思ったんで、今回は位置を外す。
きつい。待って待って、あぶねえ、あぶねえ。うわー、こっから生還したやつ初めて見たよ俺。熱いなー。あー、あっぶねあっぶね。さあ、てことでね、今日やっていったんですけど、まあ、このねクロスちょっとおもろいけど難かったです。はい、なんでまあやってみてください。いや、今日はね、ちょっと、コーチングの話をね、したかったんで、この辺で終わります。お疲れ様でした。